シメロに関しては、はい、ちょっとあのもうカシメロに関してはいいんじゃないですかそんなに別に話すこともないですし、もう試合をしたいという、いやいや、まあだから決まればやりますし、まあ、そのぐらいの、そのぐらいなんで、もうやめましょう、カシメロは。そんな時に話すこともないですよ。まあ、ただ、あれ、あの打ち上げの後から、今までにちょっと状況が一つ変わったでしょ。あの、すぐ向こうが指名、タイトルはキープで指名試合を重ねて、ちょっとツイッターでも、なんか反応してるんですけど、もうそのことについては、何か。そうなんですかね。だから結局真相は分からないじゃないですか。だけどその、まあ、こういう前例があると、まあ、これからもそういう、ね、ことが増えていくのかなと思うだけなんで。あれ興味はねえみたいな発言、はい、まあ、カシメロ自体に興味はないです。それはもう、はい、本心というか、はい、その煽りとかじゃなくて、そうですね、興味はないです。ただまあ4団体をまあ統一するのに必要なベルトは WBO なんで、必要なのはベルトだけだ、干せばいいんじゃないですか試合をせずにそれが一番カシメロに対して、あの、まあ、カシメロ自身が一番嫌なことだと思うんで、それでいいと思います。